はい、皆さんこんにちは、元気な和治です。さあ今回はね、ちょっとこれ番外編の動画なんだけれども、ちょっと一個前の動画でこれ紹介してるんだね。これね、マグセーフ対応のモバイルバッテリーになります。 5000mAh です。まあ、容量的にはね、そんなにめちゃめちゃ容量は大きくないんだけど、まあ、本当 5000mAh っていうとちょうど手頃で使いやすい。でこれね、薄型なんで持ち運びにすごい便利、まあ、それが売りなんだけど、元気なおじいね、こここういうね、 VU メーター、最近の VU メーターって、まあ、アンプもそうなんだけど、電源がね、 USB 電源になってるんだよね。それでこれがね、今元気なおじいがお気に入りの VU メーターなんだけど、この電源確保をするときに大きいモバイルバッテリーとかポータブル電源持ってきて、どっからしょってこっち上げると結構邪魔な場合ってあるよね。でオーディオなんかさ、こういうのって周りにアンプとかスピーカーが置いてあるわけだからね、やっぱそんな大きいものをボンって置いとくスペースってない場合が多いんだよ。でそんな時に活躍するのが今回の薄型のバッテリーなんです、これね。でこれのいいところは、これマグセーフに対応していて、これマグネット、これね、パカッと、これは鉄の輪っこなんだけど、ここがマグネットがついてるんだよ。で、まあ、これはね、タイプ C しか対応していないので、例えばこういう変換のやつね、こういうのをつけて、で電源を取るとね、はい、これでもう使えるよね。ほら、わわわわ、今ねこれRCA ではなくてマイクの入力にしていますね。かっこいいでしょ、かっこいいよねかっこいいよね。はい、まあこれの紹介はちょっと前にやってるので、まあ、そっちを見ていただくとして、こうやって色もいろいろこう変更することができるし、明るさもこうやってね、こうやって調整することができますね。素敵な VU メーターです。でこれをね、こうやって動かすためには電力が必要で、こういうモバイルバッテリーがやっぱものすごく重宝するんだけど、みんなこうやって置いとくでしょ。これね、マグネットがついてるからこうやってくっつけることができるんだね。これってすごいスマートだと思わない？いいよいしょと、ね、だバッテリーがなくなったらさ、ここバッテリーがあとどれぐらい残ってるのかはメモリで見えるわけだから、だからなくなったら外して充電すればいいわけでしょ、こういう状態だからね。でしょ、結構強力なマグネットなんでね、まあこうやって上にペタッとくっつけてもいいけどもね、一応磁力の影響はないので針にはね、いいでしょこれ。こういう使い方がねできるんだよ、マグセーフに対応してるとベタンとくっつくんだよ。あーと思った人いるでしょね、あーそっかーって、そうなんだよ、こういう使い方がねできるんだよ、素晴らしいね。まあ、こういうさ、こういうちっちゃいやつだったらね、うん、こういうのだったらさ、まあ、しょうがないよ、つける場所がないからね。ちょっとこれ外して、よいしょ、ね、よいしょ、これね、うん、ね、わわわわわ、でもなんかさ、大きいものを近くに置いておくとなんかすごく邪魔だと思わない？こういうのって演出するのにね、うん、でやっぱこうやってさ、あまり高さがないもの、薄っぺらいものだったらなんとかこうカムフラージュしてこう隠すことってできると思うんだよね。いいよねこういうの、素晴らしいと思いませんか、ね、はい。でこのバッテリーなんで、例えばアンプを動かすときにコンセントから取るよりもここから取ってた方がノイズ乗らないからね、本当いい音を聞きたい人は電源が必要なものはね
これから撮ればいいし、例えばこういうアイウェイバーさんのね、こういうヘッドホンアンプだと充電式なんでね、充電式なんで、まあこれこのまんま電源が入るんだけどね、うん、あれ今入んねえの、もうバッテリーなくなっちゃったね。あ、バッテリー切れた、バッテリーが切れてしまいましたね、うん、まあそんな時でもバッテリーが切れちゃったけどね、残念ながらね。はい、まあこうやって充電しておりますね。ね、まあ、こうやってねスマートに充電できる。これはあのアルミだから、鉄じゃないから、スチールじゃないから、こうペタンとはくっつかないけどね、さすがにね、あっちはスチールだからね、ベタンってくっつくるね、ベタンモルにベタンってくっつくんだね、うん、ね。これスリムっていうのは結構いいね、うん、おじいはこれね、あのパープルもあるんだよ、綺麗な紫ね。いや、パープルも欲しいな、本当。ちょっとすごい気に入った、これは名刺サイズで、うん、こういうのを動かした時に、おじいはもう1個ここにメインでこう置きたい。これはね、これに使うやつは、これグレーがあったよね、グレーがね、グレーがあったから、グレーだったらこの色と合うから、あのもうカメレオンになると思うんだよね。だから3色欲しいね、これね、パープルとグレーと3色あったら嬉しい。絶対にこれあれだもん、グレーつけたらバッチリ違和感ないと思うんだよねね、いや、めちゃめちゃ便利だな、これ。こういうのに使うのに。あとさ、オーディオだったらさ、こう、隙間に入れられるよね。こうやって今、足があるけど、あの、これちょっとこう、見せたくないっていう場合ね、あー、隙間ちょっと足んねえな。足のゴムを、こう、もうちょっとなんかつけてあげれば、ね、この人にも潜り込ませることもできる。ね、やろうと思えば。ね。いやー、どうですか、バチンとつくのこれね、うん、とにかくね、ノブシャードさんのアンプも最近 USB 駆動のやつが増えてきたでしょ、ね、だこういうのでやるとノイズが乗らないからね。でもあのバッテリーの品質とか、ね、内容によってこう音も変わるんだけどね、まあ、家庭用のコンセントから電源取るよりはまだバッテリーから取った方が美しいと思うね。はい、そういうことで、元気なおじいはね、やっぱりあのオーディオが好きだから、うん、どうしてもねこういう使い方を思い浮かべてしまうね。いや、これ綺麗だな、本当。グレーとパープル、そっちもいいよね。グレーはこれにちょうど合うんだよな。あのパープルもね、置いとくだけで綺麗だよ。ね。あっと思った方、ね。この動画の説明欄にも、これあのリンク貼っておくので、ね、素敵なカラーだからね、ぜひ欲しいなと思った方は、ね、もう売ってるうちにポチるしかない。ね。欲しい、気に入ったこれ。ね。はい、そんだけで短い動画だけでも終わりたいと思います。じゃあね、バイバーイ。